係が離れました。スタートしました。14番スノーレイズわずかに好スタート、そのうち10番リキサンハートも好スタート、好ダッシュ。さあまずはこちらが出るか、最内から2番のブルメアカイリー、しかし10番リキサンハートが先頭でダートに足元変わって首ぐらいのリード、内2番のブルメアカイリー並んでいきました。1馬身半差、4番アブルハウル、やや外目3番手、12番ランカンカン4番手です。インコースから3番ラフストリームが続いています。1馬身がいて11番のメンディー、その後ろから9番のディーププリもインコースに入って先段を追う位置に今日はつけました。4馬身5馬身13番フォーチュネイト、その後1馬身差、その後ろに15番の東方ボルツがつけました。これから3コーナーカーブ、1馬身がいて後方集団6番ジョイナイト、8番のグレンフィランで3コーナー回って、さらに外から7番ディナミーデンです。2馬身3馬身インコース1番リレンフリー、後方集団これに並んで5番のアメリカンゲール、おしまいから 2,3 投目です。最後方14番スノーレイズ、前は 3,4 コーナー、中間4コーナーにかかります。内から行き切った2番のブルメア海600を切ってリードが体半分、2番手10番リキサンハート、さらに外から4番アブルハウル、第4コーナーから直線コースに入りました。これらの後ろに3番ラフストリーム、現在4番手、その外は12番のランカンカン、これらが前を伺って外に持ち出して、さらには11番のメンディーが追っている。さあ直線坂の上り、追い比べから今度は10番リキサンハートが先頭か、離れた外から一気に3番ラフストリーム先頭に変わって、1馬身2馬身200を切りました。抜けていく、そして内は盛り返す。3番2番のブルメアカイリ、さらには10番リキサンハート、これを追って10番13番フォーチュネイトが2番手に上がってきた。しかし快勝3番ラフストリーム降臨、2着は13番フォーチュネイト、3着争いは10番のリキサンハート、そして粘って2番のブルメアカイリ、最後までこの2頭しぶとく粘っていました。